矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はですね、今まで紹介させていただきましたアルティメットルミナスのウルトラマンシリーズ5体私持ってるんですね。今年の3月から私始めさせていただいております。コンプリートしてる方にはなかなか勝てるものではありませんから、これから、変わったことをしていきたいと思います。なんとですね、すべてのウルトラマンの目をブルーにしてみました。どうでしょう。もうこちらのウルトラマンジャックもウルトラマンジャックパワード、そんな感じになりました。ティガもそうですね、スカイマルタイプもそうです。レオンはブルーというよりは黄色にブルーがかかってるからちょっと緑っぽくなってますね。こんな感じです。あと光は結構ブルーだから入ってきますよね。ブルーのライトが結構綺麗です。で最後、こちらがガイアですね。ガイアはまあ、ブルーにはなってますね。ちょっとエメラルドグリーンみたいな色になりますね。ですね、まあ、種明かしをしてしまうと、顔のライトの当たる部分に透明のネームプレートの柔らかいの透明のものですね、それをくっつけて完成したものになります。それではウルトラマンジャックを、使ってですね、どういう感じになってるか見ていただきましょう。中身開けていきますね。光ってる部分ですけど、この中身ですけど、こんな感じでネームプレートの透明なやつ、まあ透明だったら別に何でもいいと思うんですけど、こういう感じのフィルターですね。まあ普通にね、このフィルターを貼り付けただけですから、これを剥がしてもう一度、装着すれば、通常のアルティメットルミナスのウルトラマンフィギュアに戻せるわけでございます。こんな形で目を全部ブルーにしてみました。まあ今見ていただいたように、ネームプレートのクリアな部分を切り抜いて、目の部分に貼り付けて、こういう風にライトをブルーにしてみました。まあブルーに限らずね、赤とか緑とかいろんな色もできるんじゃないかと思いますが、ただ単に私個人的にこの色気に入ってやってみました。今回はみんなをパワードみたいに、目の色をブルーにしてみました。以上でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。